どうも、大丈夫です。というわけで今回はですね、皆さんお家でゲームとかしてると思うんですが、ゲームで、頭良くなる方法、頭良くなるゲームのやり方について今日ご紹介したいと思います。よくなんかほら、ゲーム脳とか言ってですね、なんかゲームの時間を1時間に減らした方がいいみたいな、なんかアホなね、条例とか出してるですね、アホな人もいるそうなんですけれども、はっきり言って科学的根拠皆無です。ゲームを禁止するんだったら、テレビを禁止した方がはっきり言っていいです。なぜかっていうと、テレビとゲームの違いっていうのは、昔のゲームはさておいて、最近のゲームは結構リアルタイムな判断能力が必要だったりとか、推測能力が必要だったりとか、3D とかみたいに、実際の、いわゆるこう、バーチャルな世界なんだけれども、実際の世界で必要な能力を使ったりするゲームが結構増えてるんですよ。だから、いわゆる、昔からゲームが頭にどうのこうのって言ってたのは、いわゆるテレビみたいにずっと受け身になっちゃうようなものをずっと見てるのがまずいわけで、実際に自分の能力を使うっていう意味では、実はですね、ゲームっていうのは最近の研究だと、変な脳トレとかよりも、はるかに効果があると。脳トレの効果って結構怪しいって言われてるんですが、ゲームの方には確実なですね、効果があるよと。で、今日は、どういう風にじゃあ、そういうゲームをやってあげると、皆さんの頭が良くなるのか、ゲームしながら脳が鍛えられるのかって話を今日はしたいという風に思います。で、これ、効果を知ってるのはすごく大事で、人間って、プラシーボ効果とか皆さん聞いたことあると思うんですけど、効果があると思うと、その薬の効果がより強く感じちゃったりとかして、思い込みだけで効果が出るとかね、病気が良くなったみたいなことを言う人いますけれども、あれと非常に近くてですね、あ、このゲームをやることによってこういう能力が鍛えられるんだ、今自分がやってるこのゲームはただ単に楽しむだけじゃなくて、自分の脳にプラスになってるんだってことを知っておくだけでもこれ、よりですね、効果が出やすくなりますので、今日はそんな、ゲームで頭を良くするための方法についてご紹介したいと思います。で、先にですね、結論から言ってしまうとですね、いわゆる定番と言われているようなゲームって結構脳にいいということがですね、結構いろんな研究に示唆されております。例えば分かりやすく言うんだったら、アクションゲームなんかは意思決定のスピードを上げてくれたりするって先行研究があったりするし、今日もご紹介しますが、リアルタイムストラテジー系のゲームってやつは、判断力アップしてくれたりとか、あとは 3D 系のですね、ゲームなんかは空間認識能力を上げてくれるみたいな風に、結構脳のいろんな能力をですね、高めてくれるから、実際ゲームの方が脳トレになるんじゃないのってですね、ことを言われてるわけなんですよ。だから、いわゆるですね、マリオとかね、マリオとかゼルダの伝説みたいな、ああいうゲームの方が、脳トレよりも、脳にはですね、いいんじゃないかと、鍛えられるんじゃないかということがですね、いろんな研究で言われてるんですね。で、そんないろんな研究がある中で、今日ご紹介するのは、ドイツのですね、シャリテ大学のですね、実験です。具体的に言うと、参加者にですね、スーパーマリオ64をですね、1日30分ずつプレイしてもらったんですね。で、それで2ヶ月後にですね、全員の脳を MRI にかけて、脳がですね、どういう風に変わってるのかってことをちゃんと調べたっていう、そういう研究なんですよ。で、結果です、何が分かったかっていうと、スーパーマリオ64を1日30分のプレイをしたグループと、何もしなかったグループを比べると、記憶を司っている海馬とかですね、判断能力とか自制心を司っている前頭葉前肢質、あとは運動能力とか空間把握能力を司っている小脳、このサイズが実際にでかくなってたんですよ。つまり1日たった30分スーパーマリオ64、懐かしいですね。今はもっといろいろ 3D 関係のゲームとか出てるんですけど、そういうのをですね、1日30分続けてもらうだけで、なんと2ヶ月後には海馬、前頭葉、前肢質、そして小脳のサイズがアップしていたということなんですよね。で、どれも、記憶とか理性とかをですね、司る非常に重要なエリアで、人間の大事な意思決定とか判断能力とか運動とか、そういうものに関わってくるんですよ。ね、これ言うのを見てもゲーム禁止って言うんですかね。見ないし理解できないでしょうけどね、頭ごなしにね、禁止っていう人たちにね、無理だと思いますが、実際そういう研究が出てるんですよ。で、研究者が言うに、この研究によれば、テレビゲームと脳の容量アップには直接的な関係があるということが示されたというふうに言ってるわけですね。で、実際にですね、ゲームがですね、統合失調症とかアルツハイマーの治療とかにも使えるんじゃないのってですね、ことが言われてまして、今そういう研究も進んでるので、だからね、ゲームって実はね、僕らが思ってる以上にもっと可能性があるもんなんですよ。すぐね、悪いことがあるとね、親でもそうだしね、大人でもそうですけど、ゲームのせいにしますけど、いや、ゲームのせいじゃないからって話なんですよ。ね。で、それで言ったらね、面白いですよね。すごいゲーマーで成功してる人はどうなるのって話になるし、逆にゲーム全然やってこなかった、じゃあ世代はみんな頭いいのかって言ったら、もうね、今のね、世の中の態度とか見てもわかりますけど、バカばっかりじゃないですか。そう。でも考えたら、むしろゲームによって小さい頃から脳を鍛えた皆さんの方がいい判断がですねできる可能性っていうのは全然あるので、だからゲームやるときにはもちろんね、ゲームに全ての時間をつぎ込んで本も読みません、仕事もしませんになったらこれは問題だけど、でもある程度ゲームをやることによって脳を鍛えることができると思うので、ぜひですね、ゲームは脳トレにもなるということを考えてやってみてください。で、こういうですね、効果をですねより狙うんだったらゲームはでも選んだ方がいいです。例えば、ゲームをですね、で脳を鍛える条件としてはリアルタイムな判断がですね要求されるゲームですね。だから瞬時に判断してやらなくちゃいけないようなリアルタイムストラテジー、系のゲームだったりだとか、
あとですね、謎解きの要素がある。頭を使って、って謎を解かないとできないような、謎解きの要素があるゲームだったりだとか、あとはスーパーマリオ64みたいに 3D 空間をですね、動き回ったりすると、こうね、空間認識能力がですね、必要になる、ゲームとか、そういうものがですね、どうやら重要だというふうに言われてるんですね。だから別にゼルダの伝説でもいいし、マリオでもいいし、それ以外のですね、ゲームとかでも全然構わないわけなんですよ。で、他にもですね、こういうね、ゲーム系の実験っていっぱい行われてまして、例えばロンドン大学の実験とか見てみると、参加者を2つのグループに分けて、いわゆるゲーム同士で比べたんですよ。どういうゲームが脳にいいのかということを比べた実験とか見てみると、スタークラフトっていう、まあね、まあ、古いゲームですよ。古いゲームなんですけど、3D 系のゲームですよね、スタークラフト。3D 系というか、まあそういうね、定番系のゲームだ。日本で言ったらゼルダの伝説とか、あとはなんかマリオカートみたいな、ああいうのに近いようなゲームですね、スタークラフト。と、あとシムピープルっていうですね、まあ海外でこれまた有名な、ゲームのどっちかで遊んでもらったんですね。で、実験期間6週間から8週間遊んでもらって、プレイ時間はですね、だいたい40時間ぐらい全員にやってもらったんですよ。で、その後、全員のですね、さっきの MRI ほどではないんですが、MRI ほど正確性はないんですが、認知テストをですね、普通に受けてもらったところ、スタークラフトグループの方が圧勝で、脳の認知能力、つまり頭の回転の速さ、これがですね、良くなっていたわけなんですよね。具体的に言うと、記憶力が高まったりとか、思考の柔軟性がアップしたりとか、あらゆる面でこのシムピープルをですね、やったグループよりも脳の働きが、改善されていたんですよね。で、実際過去に行われた研究だと、アクションゲーム、例えば、そうだな、海外だと有名なヘイローとかですけど、ああいうアクションゲームとかでも意思決定のスピードが上がると、瞬時の判断能力が上がるから、こう、いわゆる瞬時判断しないと殺されちゃいますから、ゲームの中で。だから瞬時判断する能力というのは鍛えられるので、意思決定のスピードがゲームで上がるというのはですね、実証されているんですが、今回の、この実験では、いわゆるスタークラフトみたいな、いわゆるリアルタイムに、のですね、ストラテジー系のゲームっていうのが脳の判断力を上げて、実際ね、過去の間違いから、学習して、失敗を繰り返さないようにするっていう能力とかを育ててくれているということがですね、示唆されたっていう研究なんですよ。すごいですよね。だからリアルタイムストラテジーって言うとちょっとよくわからないと思うんですけど、例えばね、ピクミンってあったじゃないですか。あれもある意味リアルタイムストラテジーですよね。こう、どこにこうやって、頭で考えながらリアルタイムでこうやってピクミンを投げたりとか逃げたりしなくちゃいけないし、そういうものもですね、リアルタイムストラテジーに、なりますんで、結構いろんなゲームが、僕らのですね、脳にいい影響を与えてくれる可能性があると。だからこういった、今言ったみたいなアクションゲームで意思決定スピードが上がるとか、リアルタイムストラテジーで判断力が上がったりとか、過去の間違いからですね学ぶ、失敗から学ぶ能力がアップしたりとか、 3D 系のですねゲームによってさっき言ったみたいな前頭葉とか、あと会話とか小脳のサイズがね上がって意思決定とか記憶力が高くなるとか、そういう風にですね、基本的ないわゆるこうゲームの効果っていうのを頭に入れながら、今自分がやってるゲームはどんな効果があるかなってことをちょっとね、それに思いを馳せながら、ゲームをプレイしていただくとよりですね、皆さんの脳が鍛わると思いますね。ぜひですね、ゲームは悪ではないですから、ぜひですねゲームのメリットっていうのに目を向けていただいて、で当然ですけれどもゲームだけやっていて能力がねすごい鍛わっても使わないと意味がないですから、ゲームで鍛える時間と自分の力を発揮する時間をちゃんと分けていただいて、仕事とか読書とか勉強もするけど、ゲームで脳も鍛えるということをやっていただければ、人生より良い方向にゲームで向くと思いますので、ぜひ試してみてください。というわけで今日はですね、実はゲームに関するおすすめの本とおすすめの動画に関してもですね、今日お知らせしておきます。今日のおすすめの動画なんですが、さらに頭良くしたいって人のためにですね、今日番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄に IQ120 まで上げれば勝ち組、科学的に正しい IQ の磨き方っていう動画をですね、出しておきます。で、これは IQ って生まれてからですね、ほぼ変わらないというふうに言われてるんですが、一応鍛える可能性があると言われてる方法があって、今日紹介したゲームみたいなものとか、それ以外にもいろんなパズルとか、結構ね、意外な方法で IQ って鍛えられるんですよ。で、大体ね、まあ、20ポイント前後ぐらい上がるんじゃないのって合計するとですよ。全部やって本当に20ポイント上がるか分かりませんが、まあ、理論上は20ポイントぐらい上がるんじゃないのって方法をですね、入れてあります。で、大体 IQ ってのは120を超えるとですね、なんで勝ち組かっていうと、やっぱすごくモテるようになったりとか、いいことがいっぱいあるんですよ。周りから見るに、うわ、頭いいな、頭の上に入るなと思われるのが120、あたりなんですが、120ってどれぐらいすごいかっていうと、IQ120 をね、全体人類の 90% より上ぐらいのレベルなんですよ。ね、120まで上がるとかなり勝ち組になると思うんで、まあね、必ずしも同じようにね、実験値とね、同じだけ、理論値と同じだけ上がるとは限りませんが、チャレンジしてみる価値はあると思うので、ぜひですね、IQ ね、ゲームをね、併用していただいて、120まで上げるということにチャレンジしてみてください。番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄に、IQ の上げ方入っております。で、あとは今日ね、そんなね、脳トレよりもゲームの方が頭にいいなんて、ね、脳にいいなんて、そんなバカなみたいな話ありますよね。実はね、こういう話いっぱいあるんですよ。世の中でみんなが間違ったことを信じているのに、実はその裏の部分
部分が正しいってことで、よくて今回のね、脳トレとゲームだったら、みんな脳トレはさ、ありがたがってやったけど、実はゲームの方が効果あるかもってのが、今出てきてる話なんですよ。ってなってきたら、そんな常識破りの、その成功のテクニックみたいなのが、もしビジネスとか、自分の人生とか仕事にもあったら、その方がいい感じしません？だって脳トレ一生懸命やってた人よりも、ゲームやってる人の方が頭良くなっちゃってる可能性あるわけですよ。ね、したらゲームやるじゃん。どう考えても。そんな、常識破りの成功法則って実はいっぱいあります。巷で言われてる成功法則は大体間違っていて、間違ってるからみんな成功しないんですよ。だから、本当に科学的に正しい成功法則を知りたいという方はですね、今日の番組タイトル下の説明欄と、動画のコメント欄に、常識破りの成功法則って動画がありますんで、こちらもぜひ見てみてください。みんなが信じてることは実は間違っていて、みんながなぜかやらないことが実はすごい成功につながってるってですね、データをですね、ご紹介してますので、ぜひこちらも見てみてください。あとはですね、今日のおすすめの動画はコメント欄から見てもらいたいんですが、番組タイトル下の説明欄におすすめの本も入れておきます。なんとゲームのメリットに関して、解説している本ですね、読むとよりゲームが楽しくなると思うのでぜひ見てみてください。一つ目のですね、本も二冊目の本も実は同じ著者でジェイン・マクゴニガルさんっていうゲームクリエイターでお姉さんが有名なケリー・マクゴニガルさんっていうですね心理学者、のですね方が書いた本です。スーパーベターになろう、ゲームの科学で作る、強く勇敢な自分という本なんですが、これすごくて、スーパーベターっていうゲームをですね、実際はですねこの方作ったんですけども、これ実はゲームやることによってメンタルが強くなったりとか幸福度が上がるってすげえゲームを作っちゃったんですよ。ゲームクリエイターの妹と、あとはまたねお姉さんもかかってるでしょうね、はい、心理学者の方が、ね、一緒に作ったっていうすごいですねゲームで、スーパーベターになろうって本ですね、このスーパーベターで実際やってみてもいいと思いますが、どこでできるのかな。でもこの本読むだけでも結構面白いと思うんで、ぜひですねこの本見てみてください。今日のおすすめの本、番組タイトル下の説明欄に入っております。で、二つ目のおすすめの本は、幸せな未来はゲームが作るっていう本ですね。で、これもジェイン・マクニアさんの本なんですけど、要するにゲームによって人間にどんなメリットがあるのか、そして実はそのゲームを上手に使うことによって僕らの、まあ、人類の未来っていうのはもっと良くなるよってことが書いてあるってですね、素晴らしい本になりますね。こちらもぜひですね、ゲームの意外なメリットを知るために、ぜひですね読んでみてください。あとは僕の本なんですが、今ですね、アマゾンで、1ヶ月1冊だけなんですが、僕の本がですね、無料で聞けるキャンペーンをやっております。例えば、知識を操る超読書術、積読なくしたりするための方法とかも書いてありますね。読書術とか、あと集中力を高めるための自分を操る超集中力。あとはですね、人を操る禁断の文章術とか、後悔しない選択をするための、後悔しない超選択術とか、そういったですね、僕の本が今無料で、1ヶ月1冊だけ、アマゾンで聞けますんで、ぜひですね、ま、もしかしたら今月終わっちゃうかもしれないんで、今月のうちに聞いておくことをお勧めします。番組タイトル下の説明欄に、無料のオーディオブックへのリンクも入ってますね。ぜひですねチェックしてみてください。というわけで今日もありがとうございました。続き、IQ の高め方、そして常識破りの成功法則は番組のコメント欄の方からどうぞ。バイバイ。